熊沢重文は、日本中央競馬会立党所属の機種。JRA 及び、マスコミ各社における表記ルールにより、熊沢になっているが正しくは、熊沢重文である。平時、障害どちらもトップジョッキーと言われるレベルにある。1968年に、愛知県刈谷市に生まれ、刈谷市立小垣江小学校、刈谷市立伊佐美中学校を卒業した。 熊沢の15歳年上のな内勝美も、狩谷市出身であり、熊沢と同じく、小垣江小学校と、伊佐美中学校を卒業している。このことは熊沢が騎手となる契機の一つであった。狩谷市では祭事に、馬が使われることは珍しくなく、熊沢も馬に少なからず、興味を示した。これも、騎手となる素地であったと語っている。 熊沢が中学野球で活動していた頃に父が入院し、熊沢の父と同じ病室に未来の父親がいたことから話は進展する。息子同士が出会うこととなり、同時期に担任の教師より長教師に話を通してもいいと後押しされたこともあり、騎手を志すようになる。1986年騎手免許を取得し、立党内藤茂原旧社所属騎手として、 デビュー、同期騎手として、横山のり松永みきなどがいる。3年目の1988年に、代打騎乗となる、コスモドリームで、優秀品馬を制止 GI 初勝利を記録し、満20歳3ヶ月で、当時の最年少 GI 勝利のほか、史上3人目の減量騎手のオークス制覇を、達成している。1991年には、大優作で、有馬記念をレコード勝ちし、 自身二度目の GI 勝利を記録する。人気馬メジロマックイーンを破った実力破棄手としてこのレース以降、熊沢の名は関東でも認知されるようになり、ファンからの声援の他に調教師からも声がかかるようになったが、この二つの GI 勝利を熊沢は悪く言えばどちらも遊びに行ったという感じ。人気薄で気楽に乗れた。と振り返っている。他にも1996年、 スプリンターズ・ステークスではわずか1センチメートルの差で、涙を飲んだ、快速場エーシン・ワシントン、後に、パートナー交代となるが、ステイ・ゴールドの主戦機種でもあった。2005年12月4日、テーエム・プリキュアに起乗し、阪神・ジュベナイル・フィリーズに勝利。大優作以来14年ぶりの GI 制覇となった。二千九年八月8日の小倉競馬 4R でベネラに帰乗し一着となり、 中央競馬史上二十九人目、現役十二人目となる JRA 通算九百勝を達成した。二千十六年五月二十九日の京都競馬第四競争で名勝比でただに起乗し一着となり、中央競馬史上三十人目、現役十三人目となる JRA 通算1勝を達成した。また、最も取りたいレースは、日本ダービーと中山大障害と公言しているように、 障害競争にも積極的に起乗している。平地競争で GI 勝利を経験している機種は障害競争には初めから乗らないか、それまで乗っていても GI 勝利を機にやめるケースがほとんどであり、今も起乗し続けている熊沢は極めてけうな例である。勝利数も多く、1999年、2000年、2002年、2004年に JRA 賞を獲得し、 通算500勝、800勝は障害競争で記録し、2001年には JRA3 人目となる平地、障害100勝を達成した。2015年には JRA 史上初の平地、障害200勝を達成した。2016年には平地、障害での通算勝利数が1000に達し、さらに長年の平地、 障害での活躍が評価され同年の JRA 賞特別賞を受賞した。そして2012年にはマーベラスカイザーで取りたいレースの一つである中山大障害を制し、平地、障害療法での GI 勝利を達成した。年末のビッグレースである中山大障害と有馬記念の両方を制した騎手は、熊沢の他に伊藤武を、加賀武美などがいるが数少ない記録である。 1999年に障害競争でのグレード制が導入されて以降では平地 GI、障害 GI の両方を制したのは熊沢が初のことである。熊沢のように平地の GI 騎乗経験のある機種がコンスタントに障害競争にも騎乗している機種は少なく、熊沢の他には高田淳也柴田大地、大場和也程度しかいない。2019年現在、昭和、 平成の2元号にわたり GI 競争を制覇した現役騎手は、竹豊と熊沢のみである。なお、部は2019年菊花賞優勝で昭和から令和の3元号にまたぐ GI 制覇を達成しており、熊沢が達成すれば史上2人目の記録となる。2020年11月29日、阪神第 5R 障害未勝利戦を名称高虎で勝利し、 JRA 障害250勝を達成した。これは、星野忍の254勝に次ぐ、歴代2位の記録である。2021年4月17日、中山第 10R シモウサステークスをタイガー・インディで勝利し、2016年6月18日以来、実に4年10ヶ月ぶりとなる、平地競争での勝利を挙げた。太字は、GI 級競争優勝を示す。 ありがとうございます。